皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今日はですね2月27日月曜日ということで、まあ今週最初のね取引だったんですが、まあ地合いの方としてはですね、ニューヨークダウ、金曜日の引けがねマイナス336ということで、ちょっとねこの3万3000のライン、下回ってしまったので、まあ嫌だなという週末で終わって、週明けですね日経平均、まあ一応マイナスではあるんですけど、まあ下から始まってね引けにかけて買い上げられているので、まあ形としては、陽線、マイナス29の陽線ということで、であと為替とマザーズなんですが、まあドル円はですね、まあ136で、まあ今のところはねやや落ち円高方向には行ってますけど、まあ金曜日のこの大陽線が結構強いんじゃないかなと。でその前ここですよね、この雇用統計があった時に130に乗せた時ね、この日本が結構強いんじゃないかなと思うんですよね。まあなので、まあある程度円高に行く場面はあったとしても、そこがたいことはそこがたいんじゃないかなと。まあ134とかね、そこら辺は結構硬いんじゃないか。まあ上は上でね、138とかも結構重いと思いますが、下は下で硬いと。で、まあ上も重いし下も硬いなら、まあどっちかに決めてくれよっていうところなんですけど、まあ今週、来週とね、為替のイベント、まあ雇用統計とか、いろいろ、金利に考慮するというかね、考察するに値するかなり重要なイベントがありますので、まあそこの結果次第っていうことで、まだそれまでは様子見か、まあかなりチャートとか勢い的には円安なので、円安方向か、なんかニュースもね、結構この週末、ターミナルレートがね、6% 超えちゃう可能性もあるとかね。まあいろいろ出てるので、まあいろいろ踏まえつつ、あとは本当に数字次第だなっていうところですね。で、マザーズなんですが、マイナス 12.6 と。まあチャート的にはね、まあこの800から、平均線上から下にね、全部抜けて、まあゴールデンクロスの反対ですね、デッドクロスの形で、真っ逆さまっていう感じなんですが、まあ、見てるところね、自分がチェックしてる銘柄とかは結構マザーズ銘柄が多いんですが、そこまで下げが目立ってないかなと。まあある程度調整とかね落ちてるところもありますけど、まあなんかその一直線っていうよりは、もう上げすぎて利確とか下げっていうところで、なんかその地合いが悪い落ち方っていう感じではないかなとも思うんですよね。例えばバンクオブイノベーションもね、今日 7% 落ちてますけど、まあ地合い云々っていうよりは、やはり決算でね、上げて、そこからまあ利確売りというか、落ち始めてるとかね。まあガーラも今日 6.8% 落ちてますけど、こちらも、直近のね、仮想通貨とかね、そういう感じでしたかね。なんか思惑で突如ストップ高つけてからまあ落ちてるっていうことがあったり、まあこの後見ていきますけど、キャンバスとかね、今日 19% 下げてるんですが、まあ直近見れば3000から1700まで落ちているんですけど、まあ逆に言えばね、800とかね、1000を超えられないレンジから一気に3000まで抜けていって、まあその間に何か出たかって言えばね、思惑とチャートだけで上げてきたと思うんですよね。って考えれば、まあ、今落ちてはいますけど、何にもないところから落ちてるのだったら、まあ、地合いかなって思いますけど、これ、落ちる前にね、それなりに上げてるんで、まあ、この後ちょっと地合い警戒はしたいんですけどね、今、すごく落ちてる銘柄が、なんか一概に地合いが悪いって決めつけんのもなっていう感じは、自分の中ではしてます。で、今日ですね、また見ていきたいのは、その、近江健種とかもね、10% を超える下げ。で、あとは、まあ、アースインフィニティ。今日もストップ高。で、アースインフィニティと東京通信ですね、は真下なんで今日注意と、
というふうに、金曜日か土曜日の動画で言ってたと思うんですけど、まあ、東京通信に関してはね、3000超えたところで、また落とされると。まあ、真下もありますけど、この本当にね、直近、おかしいぐらいこの3000ね、ダブルスコープ、東京通信、マイクロ波科学、キャンバス、他にもなんか3万のやつもありましたよね。3000じゃなくて3万のやつもありましたけど、全部3000にタッチして、まあ、3000超えたとか、3000で上髭が2本とかもいろいろありましたけど、結果的にやっぱ3000を高値にして、そっから、まあ、2000とか、まあ、1700、1500、まあ、半値近くまでね、1週間ぐらいの短期間で暴落っていうのが、あまりにも多いですね。仕掛けとして。だから1000円前後から上がって3000円タッチで暴落っていうのがすごく多いです。で、まあ東京通信ね、マイナス186で2500と。高い時は今日3000は超えてたんですよね。3100までいってるんですが、上髭の陰線ということになっています。で、今日はですね、まあちょっとその3000っていうこともね、また頭に3000という数字もね、また頭に入れつつ、見ていきたいと思います。で、注目銘柄、この今から見るやつはこんな感じで、あとプラスですね、材料が出ているのが、レナサイエンスは、材料、まあ、PTS 上がってますんで、見ていきたいと思います。で、早速ですね、まずレナサイエンスから見ていきたいんですけど、はい、でレナサイエンス、ザラバはまあプラス9と、まあ、直近の決算がとかっていうよりは、まあ、ある程度ね、この IPO 上場してからロックアップとかで売られて、まあ、ダブルボトムというか、そこね、確認した形で、まあ、バイオに関してというか、まあ、バイオの中では、時価総額も安いですし、ただ、その時価総額安い割には、期待できるというかね、なんかこう面白そうな材料がたくさん控えてるわけですよね。なので、まあ、あと最近はね、そのトレンドとしては、AI ってものが一つポイントになると、まあ、言ってるんですけど、まあ、レナサイエンスもその医療と AI っていう部分では、そこにリンクするかなと思いますけど、まあ、今日もね、綺麗な下髭の陽線ということで、チャートを終えて、まあかなりこうチャートとしては綺麗なんじゃないかなと思うんですよね。ここまでねずっと落ちてきてから、上げてまた落ちるんですけど、まあ、ここで一応ダブルボトムの、まあ、右肩上がりのダブルボトム、そしてしっかり上げた後落ちたんですが、またこのね底をね切り上げてという形で、でまた次も底をね切り上げてという形で、切り上げながらね、だんだんと落ちていく。でちょくちょくね、この爆発的に上がってるのは IR で、まあ、利確ポイントが来てるんですけど、で、また窓閉めてっていう形で繰り返してますんで、まあ、今もね、窓開けて大きく上げてるので、まあ、自分としてはね、また窓というか、今上げてるうちにね、売って、窓閉めで、まあ、30とか40抜きですけど、まあ、何回もこれやってきてますので、そうやって抜ければいいなと思ってます。で、PTS、435プラス37ということで、9% 上げ。まあ、ただ高いところは462まで上げているので、まあ、15% ぐらいは上げてるんですかね。高いところだと。で、材料を見ていきたいんですが、はい。国立研究開発法人日本医療研究開発機構、AMED。読み方は AMED でいいのか、アメドなのか分かんないですけど、医療機関開発推進研究事業が採択。まあ、PTS のね、動きとか内容を見て分かるように、まあ、当然プラスではあります。プラスではありますし、まあ、ここにね、また AI っていうなんかポイントになるような言葉も出てきてますけど、ただ、直近でね、ここにありますけど、すぐの業績予想の変更ってことはないと思いますが、まあ、ボディーブローみたいにね、じわじわ効いてくるような IR かなと。だから目先すぐお金が入りましたとかっ
目先もストップだか連発っていうような内容ではないですけど、しっかり魅力的な部分が増えてる感じじゃないかなと。まあ、レナサイエンス結構ね、東北大学と一緒にやってるとかね、研究開発とか、なんか AI でどこどこの会社とやってるとか、面白いのが多いんだよね。で、掲示板とか見てると、なんか3月に、もう3月ってもうすぐなんですけど、まあ思惑というか何か待ってる IR マッチみたいなものがあるような、後でちゃんと調べたいと思いますけど、あるようなんで、まあそれもあって今底堅い展開なのかなと思いますが、まあレナサイエンスね、まあとりあえずいい材料ということで、PTS 上げてます。で、次なんですが、今日も強かったアースインフィニティですね。はい。で、アースインフィニティは、金曜日だったと思いますけど、動画で、その6000っていうのが一つの節目というかね、6000という数字がね、一つの節目みたいなものと、まあ、なんか会社の目標がなんかで見たかなっていうところと、まあ、あとは、マシタンっていうところでね、今日東京通信アースインフィニティ、ちょっと警戒、まあさすがに売りで入るまではいかないですけど、利確だったり、まあ、暴落っていう可能性も頭に入れといた方がいいですよと。特にアースインフィニティに関しては、あの下髭の陽線、陰線ね、ストップ高なんですが、まあ、一応陰線だったっていうこともあって、まあ、頭の中にはちょっと、まあ、利確とか暴落っていうところも入れてもいいかなみたいに言ってたんですが、まあ、張り付きね、根もつかず、4万5000の出来高、そして買い残り、まあ、こっちにもありますけどね、まだ2万5000と、まあ、こっちに90万ありますけど、まあ、すごいですよね。だから、自分の予想通りで言えば、まあ、東京通信は、あの、真下とかいろいろ含めてね、落ちてきたと。で、アースインフィニティに関しては、その上がったとしても、下髭の、なんかこう、落ちる瞬間とかね、震い落としあるかなと思ったんですけど、何もなく普通に、ストップだっていうことで、まあ、予想が外れましたが、PTS ですね、も、ストップ高と、プラス1000ということで、まあ、青天井になってるので、まあ、その抵抗線というかね、一つ6000っていうところが、ちょっと自分の中では何かこう、一つ節目じゃないけど気になるところかなと思ったんですけど、まあ、ここまで上がってしまうと、特にこう線を引く場所とかね、その目安になる数字がないので、まあ、上がっていく分にはすごくいいんですけど、その見極めは難しいので、利確ポイントがね、どこで利確すればいいか見極めは難しいと思いますけど、まあ、ただこれだけ上がってね、まあ、利益出てるとか持ってる方は相当プラスだと思いますので、一番上をね、てっぺんで売るってことは、まあ変な話、諦めて、まあ上髭の陰線出てからとか、あの高値ちょっと揉み合ってからでもいいかなぐらい割り切ってもいいのかなと思いますね。だからもちろん一番上では売れなくなりますけど、まあそれでもね、しっかり値幅というかは取れてると思いますので、まあ上髭の陰線とかね、ちょっと待つ形かなと思います。で、アースインフィニティと同じくね、爆上げしてたんですが、まあ、真下もあってね、あと、さっき言ったその3000の壁で落とされた、東京通信ですね。はい。で、東京通信が、まあ、本当ね、ちょっと自分でも言ってて、まあ、怖いっていうほどではないですけど、なんかやっぱね、おかしいなって思うんですよね。このダブルスコープ、マイクロ波科学、キャンバス、東京通信のこの3000ね。で、上げ始めが800とか1000からっていうところ、全部同じで、でも銘柄とか、銘柄っていうかその、EV 関連とかね、その、テーマというか、会社の事業内容、もちろん発行枚数、時価総額、全然違うのに、ここまで似たような形にするかっていうことで、まあ似たようなところがね、ファンドというかお金が入ってたりとか、まあ最近のその流れで、その3000っていうのはかなり
心理線というかね、まあ、一つ売りやすいラインになっているのかもしれないですね。目標、まあ、3000まで強気で買いでいって3000で利確するぐらいの大雑把だとしてもがっつり取れるっていうところで、あの心理的にもちょっと働いているところがあるかもしれませんが、東京通信ね、3000超えて、まあ、増したんっていう材料もありましたし、まあ、あとはこの水曜日とかですかね、上髭の陰線2発、まあ、ここ超えてったことが自分としてすごいなと思うんですね。なかなかこれ超えれないだろうっていうぐらいのチャート出てから、ストップ高で上げていったので、まあ、強いなと思いましたが、今日は上髭の陰線ということで、東京通信はただ PTS はまあ 3% 上げのプラス85ではあるんですけど、まあ最近のね、この今言った全部ダブルスコープだったりキャンバスだったりマイクロ波科学っていうのはこの3000の陰線、がっつり陰線つけてから、まあ、揉み合ったりとかね、リバウンドありますが、3000を超えるとかね、直近すぐの爆発的なリバウンドっていうのは見られないので、ちょっとやっぱ様子見たいかなとは思いますよね。で、今やっぱり落ちてくるとこの陽線の前のね、やっぱこの上髭陰線2発もちょっとやっぱ効いてくるかなって、インパクト的にね、なんかこう重いなっていう感じがしてくるんですが、あとはですね、キャンバスですね。はい、でキャンバスマイナス427、 19% 下げということで、 PTS マイナス21で、キャンバスも、まあ、今言ったね、このやっぱり3000なんですよね。ちょっと本当にね、怖いなっていうチャートですけど、で、まあ上げ始め、まあ上げ始めは確かにこの800線でね、揉み合ってた時があって、でやっぱ1500のこの高値、を上にブレイクしてから、まあ一気にいったと。で、揉み合ってんのはね、まあもともとこれ材料出て、じわじわ上げて、思惑が働いてとかね、どんどん上げていった形なんです。ということで、まあ、キャンバスがね、まあ、3000から、まあ、2000ちょっと上でね、揉み合ったんですが、まあ、この黄緑の短期線で、頭を抑えられたまま超えられずに一気に下にズドンと。だから今日もやっぱり短期線ですよね。に頭を抑えられた形になってます。で、これ今は短期線が頭を抑えてるってなってますけど、逆に上がってきた時は、短期線がお尻を支えてくれてたわけですよね。で、今回今それが逆になっているということで、まあただ、この紫のね、今中期線に当たってるので、ここでどうなるかと。だからここで、明日ね、跳ね返るというか、この中期線で止まれるか、また、この黄緑じゃなくて中期線も頭を抑えられる形になると、これは結構厳しいかなと。まあただ、もうここのね、1200ぐらいですかね、のでっかい窓も気になるし、やっぱりね、キャンバス、正直この自分はね、あの、買いでは入ってないんですが、やっぱ入りたいとしたらやっぱずっと売り目線なんですけど、なんでこの思惑の段階でここまで上げれるのかがちょっとわかんないですね、自分としては。で、やっぱりこの、800からこの1500の間で何回もこう売りのねレンジというかがあって、そっからやっぱり2倍3倍ぐらい上げてるって考えても、その間に何か進展したりね、あの業績が何かってわけでもないので、その IR 待ちでそこまでかって考えると、まあ今までのね自分が見てきたバイオとかだと、逆にまあこのすぐは出ないかもしれないですけど、こっからまあ1500、2000で株価が落ち着いたり、また1000前後で株価が落ち着いたとしてですね、まあ期待する IR が出て、やっぱりこう一つ3000っていうところが、あのポイントになって、ある程度利確も出てくるのかなっていう感じですよね。で、そこからまあ業績が伴ったり、プラスなものが出ればそれ以上にもちろん上がると思いますけど、まず目先、IR が出ただけだったらやっぱ3000か3000弱ぐらいになるのかなと。で、ここでね、3000付近で買った買いですよね。まあもちろんもう売ったとか損切りしたとかいろいろいると思いますけど、3000でまだ持ってる分の買いの売りが次に3000に行った時にやっぱ降ってくるんじゃないかなっていうふうにも思います。で、次なんですが、はい。
で、次ですね、近江剣士。で、今日は例えば、まあ、フィクサーがね、マイナス 6%、マイナス140。まあ、正直、銘柄としてはちょっと詳しくないんですけど、チャートが綺麗だなと思っててね、フィクサーとか、ウィルソンっていうところね、金曜日か土曜日ぐらいからちょっと見始めてね、火柱が上がったみたいな。今日も結構高く始まったんですけど、まあ、マイナス2で引けていますが、ウィルソンってところだったりとかですね、アジア開発、まあ、2.8、そこね、まあ、2.6 とかからじわじわ切り上げて、特設解除、まあ、上場廃止どうなるかっていうところとか、結構見たいところは多いんですよ。ブライトバスバイをね、マイナス13、181で、まあ、こちらもね、動きとしてはめちゃくちゃ面白いんですよね。270行ってから89、だから100割れて、また250まで行ってっていうことで、まあうまくいけばね、2倍ぐらいの上下何セット取れるんだっていうブライトバスバイオもありますし、非常に面白いね動き、注目銘柄が多いんですよね。ダブルスコープも今日プラス18と、1.4% 上げで、こう1250のラインね、でまだ揉み合ってると。いうところもありますし、ただ今ちょっと時間を見たらですね、また結構序盤というかね、銘柄としてはそんなに見てないんですけど、喋りすぎてしまったなっていうところで、近江剣士を見て終わりにしたいんですが、あとね、今日言いたかったのがアバランチっていうところですよね、が、まあ、この1年間で、50倍ぐらい上がってるんですかね。アバランチ。で、最近でもね、数倍上がってますけど、今だ5000超えたぐらいなんですよね、株価が。で、この1年、2年ぐらいかな、は、株価100円とかだったと思うんですよね。って考えると、もう最近の勢いもすごいし、まあ業績とかもね、伴ってはいるんですけど、すごいなっていうところで、まあ見ていきたかったんですけど、まあ、ちょっと長いので話が、近江剣士見て終わりにしたいと思いますけど、まあ、アバランチをまあ近いうちにまたチャートとか取り上げていきたいと思います。で、近江剣士ですね、マイナス59、11% 下げで、近江剣士はね、その先週書き込み、コメントですね、いただいて、見始めて、だその時この衝動をね、上げ始めだったんですけど、まあ、この上髭陰線と、まあ、ストップ高下髭陰線っていうところでね、まあ、結構高値というか、ここで値が重くなったかなっていうところで、まあ、金曜日ね、上髭陰線。で、まあ、一応陰線がもう連発なんですよね。このストップ高も陰線で、1、2、3、4、5発連続陰線なんですけど、まあ、一応チャート的にも、まあ、落ちるというかね、結構500が重いという形には見えますね。で、まあ、まだ、落ちたとしてもね、ただ、下300からま、350ぐらいの間でやっぱ拾いたいんじゃないかなと思うんですよね。で、自分としても、さっき言ったブライトパスバイオじゃないですけど、拾ってね、また何セットも取りたいなと思います。なので、近江剣士、まあ、だから、プラスに考えるというかね、だから上がったら今持ってる方はそのまま、プラスが増えるというかね、含み益が増えると。で、落ちたら落ちたで、まあ安く買いたいな、買い増ししたいなっていう風に、まあプラスで捉えてもいいんじゃないかなと思いますけどね。近江剣士はだからタイヤのパンクしても走れるタイヤで、トヨタ関連会社の、まあ、採用されるんではないかという、思惑ですよね。で、上がっていると。で、PTS はまあマイナス 7.5 なんで、まあ 1% ほどの下げですよね。となっています。で、まあ今回はですね、以上になります。よかったら下の概要欄にですね、自分がやってる Twitter のリンクと、講座解説のリンクがあるので、まあ講座解説興味あるっていう方は、よかったら、またパソコンからでしか開けないリンクになってるのかと思いますが、よかったらそちらもチェックしてみてください。で、まあ、今ですね、チャンネル登録がまだ4000人に満たない。まあ、3000ちょっとなんですが、まあ、5000から1万人の間ぐらいでは、ライブ配信も、していきたいなと、
思ってます。まあ今はね別にしちゃいけないってことはないんですけど、なんかやっぱりライブとかしたらね、チャンネル登録の方がね5000人とか1万人ぐらいいて、まあある程度は人がこう来てほしいというかね、コメントで賑わってほしいなっていうところもあるんで、でそれでその自分的にコメントがっていうのもあるし、そのヤフー掲示板じゃないですけど、その株やってる人とかが集まりやすい状態になっていれば、まあこの近江健士もね教えていただいたように、そこでこう面白い情報とかね、あの会話が成り立ってもいいんじゃないかなと思うので、まあできるだけね、まあ、株の動画はもう増やして、早く5000人1万人に行けるようにしてですね、まあライブもしていきたいと思います。今回は以上になります。よかったらチャンネル登録をしてですね、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。